見つけた健康妙高。妙高市の自然、気候、地形、温泉を活用して健康づくりを進める健康保養地プログラムのうち、健康保険課で行う生活習慣病予防チャレンジ教室が7月22日から始まりました。今回は教室の魅力について、実際の様子や参加者のインタビューを通してお伝えします。この教室は月曜日から金曜日の午前中、5日間連続の教室を月に1回開催し、間隔を空けて実施しています。そして教室を行わない間にも、日常生活で運動を取り組めるよう、各回の最終日には自宅でできる軽運動を紹介しています。それを続けることで運動量が増え、そして習慣化すると、血液の検査データや体重や体脂肪率、運動機能の改善が見られます。ぜひ教室の参加の皆さんにもその変化について実感していただきたく、第1回の初日と10月の第4回の最終日には血液検査や体力測定などを行います。7月22日の初日には、運動により改善が期待される LDL コレステロールや HDL コレステロール、中性脂肪、糖尿病の検査のヘモグロビン A1C の4項目の血液検査と、血圧やヒップ、お腹周り、体脂肪率や握力、腹筋、前屈、歩く速さなど20項目に及ぶ体組成、体力測定を行いました。体脂肪が少し減ったらいいなと思ってこの教室に入りました。それを期待しています。自身のほどはいかがでしょう。今のところかなりあります。先生の指導の下で、かなり減らしたいと思います。より長く健康でね、生きたいと思いますので、初めて参加しましたけども、いろいろ測定あったりしていただいて、普段できないことをやってもらって非常に参考になります。また検査や測定以外では、池の平や笹ヶ峰で1時間程度の気候療法ウォーキングを行います。天候や季節により表情を変える森の中での気候療法ウォーキングは、想像しただけでも爽やかな気分になりますよね。歩くよりも少し歩幅を小さめに、同じピッチで歩きます。実際は講師の先生から、歩き方のコツや気候療法の意味や効用などの話を聞きながらになりますので、ぜひ実際に体験してみてください。そしてウォーキングの後は、第1回から第3回は赤倉温泉の滝の湯で温泉療法を、第4回はスイムランドで水中運動を30分程度行います。温泉療法では温泉の効用と運動の効果を体験できます。何十年ぶりに水着を着られた方も多くいらっしゃいましたが、皆さん楽しく参加されていました。その後、ストレッチやバランス運動などの軽運動を30分から40分実施して、1日の日程は終了となります。この、体験をした後の、やっぱり自分の体をどういうふうに使ったらいいか、動かしたらいいかということを非常に強く感じました。それで、鍛えるためにも、もっともっと訓練しなきゃならないなということを感じました。また教室のやっている間、参加している皆さんに1つずつ血圧計を渡しして、4から5回血圧測定を行います。測定してみると、今まで上の血圧が160くらいの方が130台に下がったり、
普段から130代の方も110ぐらいになったりと改善し、信じられないと驚かれる方も多くいらっしゃいます。実はご自身の体力に合った運動をすると血圧が下がり脈拍数が増えることが分かっているので、急に血圧が下がったといって具合が悪くなる方はいらっしゃいません。この教室に少しでも興味関心を持たれた方、参加してみませんか。第3回を9月の2日から9月の6日、第4回を9月の30日から10月4日に実施します。会場までは市役所を出発し、各支所を経由する送迎バスが出ますのでご利用ください。生活習慣病予防チャレンジ教室のお問い合わせ、お申し込みは市の健康保険課74-0013までご連絡ください。皆さんのご参加お待ちしています。